松平光則は、品濃松本藩の第九代の藩主、戸田松平家十四代、明治維新後に戸田光則と改めた。文政十一年、第八代藩主となる、松平光信の次男として生まれる。天保十三年五月二十五日、前年に死去した、養子氏の光漁に代わって、光信の着手となる。同年十月一日、将軍。 徳川家康に拝越する。同年10月29日、15位下、壇上消失に助任する。硬貨2年10月22日、三つの部の隠居により、家徳を相続した。文久元年の和の宮硬貨では、中仙道本山宿から、下諏訪宿まで沿道主営を担当した。文久2年、幕名により、東禅寺経営役を任ぜられるが、藩士。 伊藤軍兵衛が引き起こした第二次、東全寺事件により、三森は、錆替えとなり、翌年相模国浦賀の警備役を命ぜられた。現時元年、天狗党の乱鎮圧のため中山道和田峠に、派兵したが敗退する。勤門の変が起こると、遠席にあたる大木町三条佐根なる邸に、藩主を派遣して、経営にあたらせた。長州政党にも幕府方として参戦した。 慶応4年1月17日、徳川義信から薄井関の守備を命じられる。同年2月、反論を勤労にまとめ、官軍の松本到着直前に教順した。同年8月9日、上落し、20日、明治天皇に敗越する。その後、北越戦争や藍津戦争に参戦する。戦功により翌年に、小天禄三千国を貸視された。 明治2年6月19日、藩籍奉還を許可され、地藩寺となる。明治4年7月、廃藩地検で面官。この間、寮内で徹底した廃物希釈を断行し、菩大寺全被写真を廃寺解体するとともに、藩士に新総裁を命じた。大上官布告により、初代安永以来化死されてきた、厳正松平氏、三津青い門を返上し、 藤原生戸田氏に服した。明治14年に家督を相続した、長男、高安氏が明治17年家族令により、死者に除された。明治25年没した。戸田三つに関するカテゴリー。ありがとうございます。